瀬業です、今日は芸能フォーカス、質問コーナーということで今日は受けます。はい、何でしょう。芸能コーナーなので、はい、芸能界のコンプライアンスについてお聞きしたいです。コンプライアンスね、コンプライアンスね、これ嫌な響きだよね。あんまりね、なんかね、こう好きじゃないね。っていうか芸能界に限らず、その厳しさってさ、人間こう厳しい環境に自分いなかったら、こう何でも習得できないっていうのは僕は自分の実感なんですよ。だから楽しく厳しくが何でも物が上達するっていうかね。芸能界のね、僕が入った頃の芸能界はもうやっぱ厳しかったっていうのがもうもちろんだし、今じゃもう自分でだってさ、タレントさんとかがさ、なんかテレビでさ NG 出したことをさ、なんかさ笑いを取りたいのかなんか知らないけど誇らしげに話したりするわけよ。ああ、っていうことは、昔前は NG 出した。ありえないです。ありえないっていうか、 NG を出すってことは恥だから、あ、うん、そういうものをネタにしてしまうっていうのはなんかこうちょっとね、若いタレントさんかもしれないけどもダメだよね。やっぱりもっとやっぱり自分を厳しく自分を見つめていかないと、だからコンプライアンスっていう言葉の上に成り立っちゃうから、そういうことが平気で言えるんだよ、現場がね。さ、僕らの場合、周りに迷惑をかけてはいけないとか、少しでも時間早くね、撮影を終えたいとか、レコーディングを終えたいとかっていう、もう時間差で戦ってるから、甘えるとか、優しくとかっていうことはもうまず置いといて、いかにプロフェッショナルとしてその現場をきちっと、完璧に。現場でどういう仕事をするか作れるか、だからそこがね、そこにやっぱ甘さはいらないし、だって野球だってそうじゃない。だってさ、変な話がさ、例えば何千本ってバット振って体で分かってくることでしょ。それさ、例えばさ500本ぐらい振っててさ疲れてきたりするじゃない。もう豆がちぎれてさ、血が飛び散ったってさ、振ってくわけでしょ。そういうことを乗り越えてさ、感覚つかめるわけじゃん。ノックだって受けててさ、もう泥だらけになってさ、もう全然もう体動かない状態になるまで来てさ、で飛びついた時のボールがグラブに入った時の感覚っていうのでさ、上手くなってくわけじゃん。厳しさを乗り越える、辛いことを乗り越えていかなくってさ、もうなる、上手くなれる。厳しくされないで、もうおだてるだけおだててさ、褒めて褒めてっていうのはさ、いいところは褒めてあげていいと思うよ。いいところはコンプレッサーがどんどん褒めてあげていいと思うけど、でもダメなことはダメだってきちっとしっかり叱らないと。で、怒るも叱る一緒やな、そんな。やっぱきちっと叱る、きちっと怒る、大事なことだよ。怒ってるってことを伝えないとさ、この人本当に自分のことに対して感情がない、感情が伝わらないから、今の子たちっていうのはなんて言ったらいいのか、コンプライアンスって言葉が出てきてそこに逃げちゃうんだよね。瀬業さんがそのスタジオドラマー時代だった時に、そういうエピソードってございますか？エピソードね、ございますですよ。下積み時代の、使用時代の話です。僕だから前まだ言ってなかったと思うけど、まあ、その修行っていう期間があんまなかったのよ。要するに荷物持ちしたりとか、誰かドラマさんについて下積みで勉強したっていうのではなくて、もういきなりポンってプロの世界入っちゃったから、そういう経験はないけども、ただやっぱり年齢が若かったからね、そりゃもう先輩たちは怖かったよ。で、若いし、まあ経験がねまだ詰めてなかった分で、まあエピソードだったらね、スタジオでね、ライブのリハーサルになってて、で自分のそのまあフリーの時間があって、そこでソロを叩くっていう、まあ10分ぐらいの、ちょっと長いよね、ソロを叩くっていうところで、そのパフォーマンスがうまくいかなくて、スタジオからみんな出てっちゃったり、できるまでお茶飲んでるからって言われてさ、
こで一生懸命やってて、で帰ってきたら、もう やってるとこね、やるじゃない、練習したことをもう一回。そしたらもうさ、もうそれはもう譜面台をぶつけられるわ、灰皿飛んでくるわ、お前まだまだだよって言われて、まあ本当につらい思いしたことあるよ。もう何歳ぐらいですか？18。殴られたこともあるしね。あの殴るなんてもう当たり前だったよね。だから何が一番僕は怖かったかって言ったら、ミスができないってこと。要するにステージ出たりレコーディングしたらミスをしちゃいけないから、もうミスしたら使ってもらえないかったからね。だからそれが怖かったよね。その現場で怒られる叱られることは別にそんなのよ、野球で結構そういうの慣れてたから。だけど怖かったね。18歳の時にね、あの、まあ、僕の恩師師匠がね、まあこの世のその芸能界のこの世界の厳しさね、基本的なことをきちっと勉強しろって言って、この三原則っていうのがあって、一に挨拶、まあ、挨拶をしっかりできないやつはこっぴどくやられるからってことでね、まずきちっと相手の目を見て挨拶をする、っていうことだ。挨拶がまずできないとダメだっていうこと。それから、人に対して、敬意を持つってこと。でこれどういうことかっていうとね、どんなに、嫌な人だろうが、どんなに気に食わない人でも、自分がどんなに好かない人でも、自分より1年でも何ヶ月でも1日でも早くこの世に生まれてる人に対しては敬意を持って接しようと、まあ、敬えということを、まあ、これはやっぱり言われたね。スタジオワークに入ってったらいろんな人がいるわけだよ。そのスタッフさん、まあ、演奏者、共演する人、そういう人たちの中にいろんな人がいて、その時にそういう気持ちをきちっと持ってなさい。まあ、これは僕も野球の時にね、ある程度もう自分の中で挨拶もそうだけど、習得していったつもりだったけど、まあ身を引き締めたことだね。あともう一つね、挨拶と敬うこと、敬うこと、あともう一つ、はい、時間を守れってこと。時間に遅れるな、もうこれですよ。これはもうこぴどく言われたい。スタジオワークやる人間は時間にルーズなやつはまず使われない。あのどんなに上手くても上には上がれない、省かれるよって。厳しいってそういうことだよね。自己管理がちゃんとできないと、時間にきちっとを守るってことはさ、自分の体調も管理して穴を開けないっていうことなんだよ。そういうことはさ、厳しく言わないと、それができなかった時にきちっと言える大人がいないとさ、まあまあしょうがないかなじゃないのよ。そこはきちっと言わないといけない。僕18歳の時この業界入る時言われたんだよな。そして最後に言われたんだよ、お前ドラマになってこの業界入って、芸能界入るってことはさ、親の死に目に会えないことを覚悟しろって言われたから。もうはっきり言われたよ。それ18歳の時ステージあって、お前の親がね、もし既得になっても行けないからねって言われた。愛にはそれ覚悟あるって言われた。18歳だよ、あるって言われた。ありますしか言えないでしょ、だってその世界で生きていこうと決めてるんだから。だから、まあ、俺はそう覚悟決めたよね。もうその時にすっぱり決めたよ。そんだけ厳しいってことです、そういうこと。はい、ごめんね、ちょっとさ、サングラスちょっと光が眩しいんでサングラスします。なんでね、親の死に目に会えないかっていう話なんだけどさ、一般社会の人たち、まあ、いわゆるサラリーマンだったりさ、商売やってる方たちっていうのは休めるんだよ、いけるわけ。そう、芸能界にいる人間はなんでできないかって言ったら、例えばコンサートがありますね、チケット何万って売れてますね、でステージあって
まあ、5人グループだとしたら1人が抜けますって言ったら音楽になんないじゃん。そしたらさ、何万人って人たちがさ見れないわけでしょ。厳しい世界なんですよ芸能界って。それだけ責任があるわけ。それを身をもって若い頃から意識かけて活動していかないとダメだってことなんですよ。今じゃ考えられないとか、ね、親の死に目には会えないとかって言ったら、なんてとんでもないなんてなるんだろうけど、芸能界はそういう世界ですよ。親の死に目って言ったら、まあ、かなりきついかもしれないんですけど、うん、それをまあ体調に置き換えたら分かりやすいですよね、うん、それこそコンサートの当日に体調悪いのに休みますって言ったら、うん、ありえない、ね、ありえないですから、ありえない。それと同じことです。同じことだ。インフルエンザになりましたね、ね、コロナウイルスになりましたったら今もう中止になっちゃうかもしれないけどね、でもそんだけ穴を開けるってことがどんだけいろんな人に迷惑をかけるかっていうことを自覚を持たないから甘い芸能界になっちゃってるんじゃないの。うん、そういうふうに感じるわ。だからちょっと補足したけども、まあそれだけ厳しい世界、いい売れてらこんなにいい世界ないの芸能界でも、売れなかったらさもうそれは惨めな世界です芸能界。そんだけ厳しいので、あと一つ言えるのが、芸能人っていい状況の時でも明日はもう仕事がなくなるかもしれないっていつも危機に追いやられてる人たちなわけ。だから本当に厳しい、ね、保証もない世界で生きてるわけだよ。だ特別かもしれないけど、うん、それはそれでその人たちが夢を持ってみんなね追っかけてる世界だから、だからこそきちっとした人間を育成するってことに甘んじてはいけないっていう先輩もね、そういう指導をしていってほしいっていうのは切なる願いです以上です。長くなりましたが、ね、失礼いたしました。 Thank you でした。